んにちは、新州読書会の宮沢です。今日も明治維新の続きを解説していきます。メルマガ登録を募集しております。登録していただきますとメルマガ限定コンテンツを、お渡ししております。よければご登録ください。じゃあ今日は、函館戦争続きを紹介していきます。メンバーシップ YouTube チャンネルにメンバーシップがあります。190円からご登録いただけますので、よければ登録してください。蝦夷地平定と遊撃隊。主要政府は冬の間は榎本政権を攻撃できなかったが、明治2年の春を迎えて最新鋭の鋼鉄艦を含む8隻の艦隊を派遣し、5月五稜郭を攻略、榎本総裁を降伏させ全島を平定した。この戦闘の際、典型的なゲリラ部隊の活躍があった。播磨の五島郡大江島の平民で、榎本軍の来襲前に新政府の函館府軍事局に勤めていた村山二郎が、函館が榎本軍に占領され、知事以下が青森に逃れた後も知事の命令により函館に残留し、役人、官主、医師、農民、商人、職人ら50人の同志をもって遊軍隊と名乗る一帯を密かに組織し、榎本軍の情報を探って青森に報告していたということです。函館戦争、蝦夷ヶ島政権、榎本武明が総裁、だったんですけど、明治元年はもう冬なんで、函館は寒いんで、明治2年の春を迎えて戦争が始まるということになります。で、五稜郭を攻撃したわけですね。で、その時ゲリラ部隊があったと。幕府がゲリラ部隊を組織して、榎本軍にもう内定してたということです。で、これがその村山二郎って人ですね。遊軍隊っていうのを作って50人の同志を持って榎本軍の動静を逐一青森に報告してたということです。で、続きです。やがて次第に榎本軍の追及が厳しくなり、村山は青森に逃れたが、遊軍隊はなおも活動を続け、中央政府軍の来航の日に備えて武器を用意し、あるいはわざと兵士を志願して榎本軍に入り、内部破壊と情報集めに努力した。遊軍隊っていうのが内通っていうか情報を集めて、幕府側に定期的に報告してたのと、内部から撹乱してたってことですね。で、明治2年3月、中央政府軍が函館に来る直前、この地下組織は裏切り者のために榎本軍に発見され、同志は続々と逮捕された。しかし、弁天砲台に、入り込んでいた3人は、累壁を縄で伝って海に降り、同志の迎えの船で脱走するなど、相当数が逮捕を免れた。また発見されないで榎本軍に留まることのできたものもあった。彼らは榎本軍が一番頼りにしている弁天砲台の破壊に主力を注いだ。弁天砲台って何ですね。これは幕府が作ったんですけども、外国船が、交戦状態になった時に使う砲台ですね。もう今は更地になっちゃってるらしいんですけども、砲台があったんですね。写真が残ってんで、画面に貼ってありますけども、で、弁天砲台をその内部工作員遊軍隊が破壊したんですね。どんどんだ使い物にできなくして、上陸できるようにしたってことですね。あの新政府軍が。で、5月3日、北海道はこの季節には珍しい暴風雨の夜、遊軍隊の斎藤淳三郎が弁天砲台の当直であったのを幸いに、函館地蔵町の鍛冶職人の弟子連蔵は風雨に紛れて砲台に潜入し、すべての大砲の家紋に釘を打ち込み、直ちに船で逃れた。弁天砲台の大砲にを全部破壊したんですね。釘を打ち込んで。翌日、榎本軍は斎藤が破壊者に手引きしたことを知り、彼の両足を祝えて3日間砲台内に逆さに吊り下げ、ついでに斬首した。
斎藤は元は幕府の八王子の仙人同心という最下級の武士身分であるが、実生活では農民の出身で七重村で農業をしていたものであるということです。まあ内通してた斎藤純三郎は捕まって殺されちゃったんですね。戊辰戦争ってのはほとんど捕虜がいないらしいですね。みんな殺されちゃう、捕虜にしないで殺すっていうか、もう怪我人もいない、ほぼいない、もうみんな容赦なく殺されて、まあ、ひどいんですね。住民も殺すし、暴力は振るうし、略奪はするし、婦女暴行も平気だ、もう相当やってるっていうことが資料にたくさん残ってるらしくて、悲惨な戦争だったらしいです。それは野口武彦先生の勝海舟の腹毛っていう本に、文春新書に詳しく残虐物語が延々と書いてありましたけど、まあそちらにもっと詳しくね、函館戦争とか戊辰戦争の話が書いてあるんですけども、それをやり始めると10本20本また音声作んなきゃいけないんで、まあこの本にもそんなにさらっと書いてあるだけで結局終わってんですけども、そこだけでかなりの分量がある、ということです。で、鈴木です。榎本軍は大急ぎで閉ざされた家紋の復旧に取り掛かったが、半分も復旧しないうちに5月11日から中央政府軍がこの砲台の総攻撃を始めた。榎本軍は最重大の決戦に臨んで、主砲台の大砲が半分も役に立たなかったのである。一方、連蔵は中央政府軍の陸軍を案内して感動を通り、弁天砲台から見下ろす丘陵に布陣させた。このために15日に至り、当時日本一の堅固を誇った弁天砲台も降伏せざるを得なくなった。江戸ヶ島政権の打倒で天皇政権は名実ともに日本全国を統一支配する最高権力となったということです。弁天砲台が落ちて土方歳三も、亡くなり、その後他の場所で、で降伏すると。で、まあ、あれですね、大鳥圭介と、榎本武明は2年ぐらい牢屋に入れられて、その後は明治新政府に能力を買われて、リクルートされるということですね。あとはあれですね、三島由紀夫父方祖父の長井直行でしたっけ、その人も従軍してんですね。ということになります。あと宮古湾というところで、幕府の船を奪おうとして回転という、幕府じゃない、新政府のね、船を奪おうとして回転という古い、プロシアから買った古い船で、攻撃したっていう話がありまして、まあ、その回転という船が、幕府の船なんですけどね、これ、クリミア戦争で使われてた、セバストポリ要塞攻略のために使われてたボロ船を押し付けられて、ポンコツをかわされたって話なんですけども、まあ、海洋って一番立派なやつがね、座礁して使い物にならなくなりまして、でそれで体当たり作戦とかやってるんですね。アメリカの国旗を掲げて宮古湾に突入して、鋼鉄船に奇襲をかけるっていうことがあったんですけども、まあ、その時東郷平八郎が新政府側のね、鋼鉄船に乗ってたんですね。でその様子を見てたという逸話も残ってるそうです。まあもろもろそんな話があるらしいですけども、まあ詳しく知りたい方はあれですね、野口武彦先生の勝海舟の腹毛っていう本が面白かったですけど、まあよかったら読んでみてください。最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。